あっけない終わり方をしたんでね。そうですね、ファンの方もちょっとざわめいておりましたが、さあ第4試合はどうでしょうか。さっそうと入場してまいります。川端騎手対佐藤隆。佐藤隆がまず入場しています。ブルーのキャンバスの上、佐藤隆が仁王立ち、そして川端騎手が入ります。堂々と今入場です。さあ歌舞伎さん、この試合の見どころですが。そうですね、佐藤君が佐藤隆、はい、これもう若い中で一番伸びてきてますからね。うん、川端に対して、東京プロレスの川端に対して、はい、どこまで攻め込むかでしょうね。そうですね、はい、佐藤はしかしかなりいい筋肉のつき方をしてますね。そうですね、はい、ビルドアップされました。一方ウェイトではこれ川端でしょう。そうですね、はい、120キロぐらいですね。ありそうですね、はい、フライングニールキックの体勢、まずは平手、まずは平手、さあ今度は川端、応酬になりました。右の平手キック、いきなりキック、相手の奇襲戦法にまず向かっ端の立てるかのように非常に強烈なチョップとキックの応酬。気合が入っています川端。この川端騎士、一方の佐藤隆、リングス FMW の練習生を経ましてデビューです。IWA ジャパン佐藤。歌舞伎さんが佐藤に期待するものは何ですか。やっぱり何ていうんですか、向かっていく姿勢ですよね。まだまだ伸びる選手でしょ。そうですね、これからですからね、楽しみですよ。ちょっとしかし川端には効かないようですね。そうですね、一つ一つのキック、まだまだ相手にダメージを与えるまで至りません。与えるまでは至りません。これがアルトバックドロップです。最初のいわゆる佐藤の奇襲攻撃にカッときましてね。そうですね、その後一連ずっとこれ川端の動きになっていますが、早くもエンジン全開です。ちょっとウェイトの差はある。3歳佐藤、さあ川端、ロープに振ります。
れはしましたが佐藤苦しい。いいように攻められています。ちょっと川口さん、佐藤がピンチになりましたね。そうですね、これでいいんですよ。そうですか、これはどう持っていくかですよね。全力尽くしていけばね、いいじゃないですか。はい、佐藤の持ち味で一番いい部分は何ですか。やっぱり飛ぶ部分なんですよね。この試合の中でそれが出せるかどうか、でもやっぱりこれこういうのはいい経験ですからね。いるんですが、何か佐藤の方が必死のように見えますね。やっぱり体重がない悲しさですかね。本当ですね、軽い悲しさ、軽量の悲しさというのが随分出ています。こらえきれずに、おっとパイルドライバーできました。まだ粘るでしょ、こんなもんでないけません。延髄見られてますね。はい、完全に。自分でラリアット迎撃を食います。ボディースラムから先頭、決まりました。6分4秒、川端騎進ダイビング先頭で決めています。羽生さん、一言この試合お願いできますか。はい、もうこれを経験に頑張ってください。もうそう思います。佐藤ね。